日本語を話したし、新しい文法を勉強したし、新しいビデオを作っています。はい、日本に行ったことがありますね。今年の夏の時、いろいろなところに行ったことがあります。京都や大阪や東京や奈良、いろいろなところに行きました。日本は素晴らしかったですよ。はい、お寺にいたり、美味しい食べ物を食べたりしました。私はとても難しかったから、新しいビデオを作れませんでした。日本に行ったの時、友人に住んでいました。私のホストファミリーは、素晴らしかったですよ。上原家族、どうもありがとうございました。アメリカに帰りました。で、先週の週末に私と私の彼女の記念日でした。これは彼女がくれた本です。私は彼女にぬいぐるみと地図の本をあげました。1年間彼女と付き合います。中国語を勉強しています。中国語の教科書を探しています。難しくて面白い学校語だと思います。中国に行きたいから中国語を勉強しておきます。月曜日に日本語の試験があるし、たくさん宿題があるし、勉強しなければいけません。今日、日本語と中国語を勉強するつもりです。So this is actually my wall. This is what I look at every day. I record using my laptop. It's usually from that desk looking out. I never show you guys what I actually look at. I switch it around so I can show you guys. This is my wall. Hey, I realized when I was putting the video together, I didn't really have an ending because it just kind of cut off. I have two things that you can follow me on. My Tumblr and my Instagram. Yeah, hi. Cool. Okay, bye.